米大リーグドジャース、ロッキーズ、2日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム。ドジャース、大谷翔平投手、29、が2日、日本時間3日、本拠地、ロッキーズ戦に、2番、DH で先発出場。3点リードの8回1死2、3塁の第5打席は申告敬遠され、球場内は大ブーイングに包まれた。申告敬遠はドジャース移籍後初めて。続く3番、フリーマンが1死満塁から中撃を放ち、リードを4点に広げた。ロ軍の先発左腕、ゴンバーに対しては昨季まで通算6打数3安打の打率5割、1本塁打とエンゼルス時代は得意にしていたが、初回無視の第1打席は83、9マイル、約135キロのスライダーを打たされ、有飛だった。それでも、ロ軍は初回に1番、ベッツ、3番、フリーマンのソロで2点を先制。大谷は2回2死2塁の第2打席は見逃し三振に倒れていた。4回1死1塁の第3打席は2番手右腕、ランバートの8球目、88、1マイル、約142キロ、チェンジアップに空振り三振だった。直前の7球目にはファウルの打球がワンバウンドで球審に当たり、心配した大谷が笑顔で右胸にタッチする、神対応を見せた。6回2死1塁の第4打席は初球からスイングしたが、バットが捕手のミットに当たり、打撃妨害で出塁した。4月15日、同16日、の本拠地、ナショナルズ戦以来、今季2度目の珍プレーだった。前日1日、同2日、の同戦では、3回1死で死球を選ぶと、続く3番、フリーマンの打席では今季14個目の盗塁に成功し、イチロー、マリナーズなど、松井稼頭央、メッツなど、に次いで、日本人選手では3人目のメジャー通算100盗塁を達成した。左太もも裏に牽制球を受けて打撲した影響で、全力疾走できない時期もあったが、日に日に良くなっている、と積極的な走塁を披露。直後の2塁牽制に飛び出し、今季初の盗塁死となったが、7回には2試合ぶりの安打となる中前打を放つなど6月最初の試合でまずまずの滑り出しを見せた。大谷にとっては得意の6月。エンゼルス時代の満票 MVP に輝いた年を振り返ると、46発の21年は月別最多の13本塁打、44発で日本人初の本塁打王2を獲得した23年は月間打率3割9分4厘、ア・リーグ最多タイ記録の15本塁打と大爆発している。左太もも裏の負傷で、現在の状態は 100% とは言えないのかもしれないが、それでもミスター・ジューンに期待せずにはいられない。